RPG。 さあ今週も始まりました、 Radio KG。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうも KG です。 What's up everybody、暑いですどこも暑いと思いますけれども、まあ基本的に私 KG、 今引きこもりで制作をずっとやっておりまして、でこうね、引きこもってずっとこう歌詞を書いたりメロディーを作ったりしてるとですね、こう精神的にうーって溜まってくるものがあるので、その時はまあ外を歩いたりして太陽浴びたり、あとはジムに行ってね、ちょっとトレーニングを久々に、もう何年もこう筋トレ的なことをやってなかったんですけれども、24時間使えるジムがオープンしまして、近所で、でまだねプレオープン中なのかな、だから今週にならないと24時間は使えないんですけど、それでもまあ午前中から夜までは空いてるので、ね、たっぷり汗をジムでかいて、リフレッシュしてまた制作をしてというような感じで、過ごしておりますけれども、皆さんはどんな毎日を過ごしてますかね。こんだけ猛暑だとね、体もなかなかついていかないと思いますけど、ね、ついこの間ちょっと肌寒い時もあったぐらいなのでね、どうしてもこう、まあ、エアコンとかに頼りがちになると思います。で寝る時とか暑すぎて寝れないとね、逆に体にも良くないので、寝るためにもこうエアコンつけて寝たりするのもいいと思うんですけど、ちょっとね温度を高めにしといて、しかもちゃんとねタイマーで切れるようにセットして寝たらいいんじゃないかなと思います。で夏ね、暑いし汗かきたくないという人もいると思いますけど、汗をいっぱいかいて毎日ねこう動いてると結構体が元気になると思うんですよね。だからまあエアコンですごい寒い場所もありますけど、そういう寒さにも負けずに風邪をひかないっていうような気持ちです、俺はね。実際がどうなのかはちょっと分かんないですけどなので、まあ運動するなり運動しなくてもね、ちょっと歩くだけでも汗いっぱい出ると思いますけど、汗をいっぱい流して体を健康に、保ってですね、夏を満喫してもらいたいなと思います。で満喫してもらうためにも、まあ夏いっぱいライブやってるので遊びに来てもらえればなと思いますけれども、もうね東京は本当34度5度6度超える猛暑が続いててですね、俺暑いの基本的に好きなので、もわっとしてて、お暑っと思うけど、結構ちょっとテンション上がるんですよ上がるんですけど、ね、みんなもう街中の人たちはもう本当にちょっとうだる暑さに死にそうな顔になってますけど特にね大人が結構きつそうですね。ね、ね、服装が若者ほどこう薄着じゃなかったりする大人たちが実は大変だったりするんじゃないかなと思います。で一応ねこれ多分読んだ方がいいのかな。暑いですね、東京は今週ずっと30度以上の真夏日、セミも鳴き始めましたね、かっこスタッフ団って書いてあります。そうそう、セミがねすごい鳴いてますよね。なんか夏だな、セミが鳴くともう夏来たなっていうね感じになるっていうのは何なんですかね。ね、1週間の命をこう燃やして鳴くというですね、そのセミの姿にちょっとだけ感動したりしますけどそんな大げさには感動しないです。頑張ってるねと思うぐらいですけど、ということで、暑い中ですけれども、今週もRadio KGお付き合いください、今週は新曲を中心に話をしていきたいと思いますので、今週もどうぞ最後までお付き合いください。 Radio KG 始まったよ。 Always with youRadio KG。 あなたがいるから、たとえ離れてても会えない時だって立ち止まるのはもうやめて、KG ニューアルバムギフト Now on sale。 さあというわけで、今週は先週発表しました8月26日配信リリースの新曲空を越えてについて話していきたいと思いますけれども、ブログにも書きましたけれども、
この空を越えてという曲がですね、あの2012年に出した同じ空見上げてという曲の流れを組んだものを作りたいなというところから作り始めました。あのすごく個人的に同じ空見上げてが大好きなんですよ。あの PV もいいしね暑い中沖縄で撮った思い出がありますけれども、であのこう同じ空見上げてのようなその感覚になれるんだけど、同じ空見上げてってこうちょっと間接的というかね、何かあったら空を見上げてごらん、同じような思いで空を見上げてる人がいるからという、歌なんですけど、空を越えてはもっとよりねこう自分の思いをストレートに伝えるというか、何かあったら僕の名前を呼んでごらん、すぐ駆けつけるからという、そういうちょっとまたニュアンスだったりテイストが違う曲なんですけど、こう感覚的な部分で感じるものはその似た系統にしたかったんですよ。それは曲のテンションもそうなんですけど、でそれがなかなかねいいのが出来上がったんじゃないかなと思いますね。今大好きですね。しかも今あのまだ皆さんはフルでは聴けてない状況ですけど、あのもちろん俺はフルでねもうレコーディングも終わって全て終わってるんで聴いてるんですけど、この夏の空にね照らされながらこう空を越えて聴いて歩いてるとなんか気持ちいいんですよね。なんだろうな、なんかすごくうだるような暑さでもすごく爽やかな気持ちになれる自分がいてですね、早くみんなに届けたいなと思いますけれども、まあ、8月26日っていうともう夏もねだいぶ終わってる感じもしますけど、ね、もう最近は9月になっても暑いので夏な感覚で同じように聞いてもらえると思います。で前ねなんかメッセージで俺のその歌詞に空とか月とか太陽とかね星とか出てきますけど好きなんですかみたいなメッセージを読んだと思うんですけど、まあ、好きなんですよ。で空っていうのが本当に大好きで、でしょっちゅう別に空を見上げるわけじゃないんですよ。でも何かあった時にこう空を見上げた時にやっぱり空のでかさにこうね、いやこんなところで弱ってちゃダメだみたいな気持ちにさせられてきてるんですよね。で俺にとってだから空っていうのがすごく大きなワードとしてキーワードとして自分の人生にあって、でそんな大きな空さえもね空を越えてでも、求める君のもとに駆けつけるよ飛んでいくよっていう、曲がこの新曲空を越えてなんですけれども、特に夏というキーワード歌詞を書いたりはしてないし使ってないんですけど、夏に聞くとぴったりなんじゃないかなというただこれがね同じ空見上げてと一緒でライブとかで歌う時って季節関係なく楽しいんですよね、こういう曲って。なのでまあサビではみんなでタオルを回したり、したいなと。でまあ細かいことはあれですけど音楽的な部分でも実はこう新たな試みを、きつい健一とちょこちょこしてたりしてですね、それがどういう風にみんなに響くんだろうなっていうちょっと楽しみもあったり、しますね。やっぱり同じことをずっとやっててもしょうがないっていうのがすごいあって、ミュージシャンとしてね。でこれはまああれ前も言ったかな、まあ、有名な話ですけど、ラーメン屋さん、美味しいラーメン屋さんがずっとお客さんが美味しいって言ってもらえるようになるためにはちょっとずつちょっとずつ味を向上させていく、レベルアップしていかなきゃいけないっていう話を聞いたんですけど、ずっと同じ作り方でずっと同じ味だと美味しいんだけどなんか味落ちたねって言われちゃうらしいんですよ。だからその常にあ変わらず美味しい味だねって言えるところって実はちょっとずつ変わってるっていう話があって、でまあ人間としてもそうだし音楽もそうで、うわやっぱり KG だねって思ってもらえるんだけど、実はみんなの分からないところでいろいろ新たな試みだったり新たなチャレンジを、してたりするんですよね、いろんなところで。でこれがそのみんなが気づかないけどいい、なんかこの曲いいなって言ってくれてる時っていうのが実はすごい大成功で、それがこう嬉しかったりワクワクする、まあ音楽の本当に楽しい部分の一つだったりするんですけど、で一番でねこの空を越えてリリックビデオで公開されてる範囲で言うと
一番の B メロというサビの前でね、こう本当は誰よりも弱いこと知ってるから疲れた時には強がらないで Just call my name、 僕の名前呼んでという歌詞があるんですけど、なんかね、まあ俺自身がそういうタイプの人間なので特にこういう歌詞になっちゃうんですけど、こう旗から見てすごく力強く生きてる人って実は誰にも見せないすごく弱い部分を持ってたりして、でそれを人には絶対に見せないし、弱音も吐かないし、愚痴もこぼさないし、なんだけどやっぱりそうやって自分で全部ね抱え込んでる分、すごく大変な瞬間とかがふと来たりするんですよね。だからまあレディオ KG を聴いてくれてる皆さんだったり KG の音楽を聴いてくれてる皆さんの中にもね、そういうタイプの人が多いんじゃないかと。まあ俺の歌に反応するってことは多分そういう人たちが多いと思ってるので、勝手にね。そうだから決して弱くはないんですよ。決してその分かりやすい弱さは持ってないんだけど、で自分で何とかできちゃったりするんですよね、結局ボロボロになっても。だけどちょっとふっとねこう横に人がいてもらえると楽になる瞬間ってあったりするじゃないですか。なんかそういう人たちにこうエネルギーになるような曲を作りたいなと。でまあ恋愛の曲ではあるんですけれども、その、すごく心のねつながってる親友だったり、家族だったりにも当てはまるように、書いたので、好きな人がいる人は好きな人を思い浮かべて聞いてほしいし、大切な仲間だったり友達だったり家族がいる人はその大切な人たちを思い浮かべて、聞いてもらえたら嬉しいなと思います。で大切な、特にそんな人はいないという人も実は自分がそういうふうに思われてるかもしれないっていうのに気づいてもらえたら、それはまた嬉しいかなと思いますね。なんかね、いつも言いますけど、自分が思ってるよりも実は一人ぼっちじゃなかったりするっていう、一人ぼっちって結構こう自分で仕向けてることが多いんじゃないかなってすごく思うんですよね。俺も昔とかねバイトとかやってる時も、音楽をやるためにバイトをやってるので、バイトは必死に誰よりも働くけど、でも別に友達作りに来てるわけじゃないからって言って昼休憩も一人で取ってたし、じゃあ仕事終わったとじゃあみんなで飲み会やりませんかって言われても全一回も行ったことないしそうやって自分でこう孤独にしていった部分があったので、なんかねこう、まあ俺の場合はその音楽に向ける情熱を薄めたくないという思いでそういう行動を取ってたんですけど、だから結構ね自分がこう扉を開けるといっぱい人が入ってきてくれたりする場合があると思うんですよね。自分で固くなり鍵を閉じてたりする場合もあるので、だからまあ一人ぼっちの人も、じゃあもしそれでも誰も思い浮かばないっていう人は、俺がその物理的に直接すぐ行ってあげることはできないけど、でも心のそばにすぐ俺が行けるというね歌を聴けば、俺がすぐケージが横にいる、コウさんが横にいるって思ってもらえれば嬉しいなと思いますね。何よりもね、早くこの曲をライブで歌いたい。で、もう発表もしてるので、今後のライブはどこでも歌っていきます。もう聴きたくないって言われても歌います。なんでかって、歌いたいから。めっちゃ好きなんだよね、この曲ね。何回聴いても飽きないんですよね。まあ俺の曲大体そうだけど。ということで皆さんもそれはこうやって楽しみにしててください。後半はメッセージ読んでいきます。Yes. Always with you, Radio KG. あなたがいるから、たとえ離れてても会えない時だって立ち止まるのはもうやめて。KG ニューアルバムギフト Now on sale。 さあ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 、ここからメッセージ紹介していきたいと思います。先週はその前から引き続いてテーマ、
今年の夏は〇〇に行きます〇〇しますでしたということで、メッセージ皆さんありがとうございます。読んでいきます。ラジオネームナナリさん、こんばんは。初メールです。新曲聞きました。コウさんの歌は相変わらず心に染みます。疲れた時には強がらないで Just call my name、 まだフルで聞いてないのに心を貫かれた気持ちです。目をつぶってじっくり聞きたいです。さてテーマの夏の丸、夏、この夏丸々します。乗馬のレッスンしますよ。猛暑なので短期間集中で乗ります。馬の手入れもしっかりします。コウさんと同じぐらい馬も大好きです。愛すべき存在です。あれおかしかったかな。だって、7月28日がマイバースデーなので熱中症にならないよう気をつけて練習しますということで、ナナリさんありがとうございます。7月28日がマイバースデーなのでっていうの別にいらないよねこの文章なんか無理やりねじ込んだでしょ、自分のが誕生日ですっていう情報をちょっと俺結構こういうの好きだな。もう全然何の脈絡もないもんね。馬が好きですから、7月28日がマイバースデー、バースデーなので熱中症にならないよう気をつけて練習しますって別に必要ないもんね。でもちょうど放送日が誕生日ということで、もうしょうがないな。もうナナリさんハッピーバースデー、誕生日おめでとう。メールもありがとうございます。馬のレッスン、乗馬のレッスンしますよっていうのは教える側の人なのかな、ナナリさんはね、短期集中で乗りますっていうのを教わる方なのかな、わかんない。俺も馬大好きなんですよ。あの競馬もそうですけど、競馬とか俺はあの競馬の馬券は買ったことないんですけど、競馬みたいので馬が走ってるのを見るのが好きなんですよね。いや、あのアメリカの高校にいた時、1週間砂漠のキャンプというのが年に2回あるんですけど、そのうちの1回がこう面白い楽しいレジャーな感じのキャンプがあるんですけど、その中の一つでこう砂漠をずっと1週間自転車で移動するっていうのをやった時に、途中で1日だけ丸1日馬で砂漠を移動したりしましたけど、めっちゃ気持ちよかったですね。カウボーイになったみたいな気分で、ウエスタンの映画に出てるような気持ちでしたけど、馬はねもうツヤもあって綺麗だしね。ただあの馬の糞だけね、突然でっかいのいっぱい出すからちょっとびっくりしちゃいますけど、目がつぶらなのがまた可愛いんだよな。もう走ってるのがすごく美しいですね。ということで熱中症気をつけて頑張ってください。そして誕生日おめでとう、ナナリさん。次、ラジオネームリエさん、コウさんこんばんは。お久しぶりにメッセージを送ります。新曲空を越えて聞きました。同じ空見上げても大好きですが、こちらも爽やか&心を包み込んでくれる感じ大好きです。ライブでタオル一緒に回したい。私は先週第2子を出産しました。おめでとうございます。だから今年の夏は2人の育児に追われる日々になりそうです。今はまだ入院中で、上の子は私の代わりをおばあちゃん家でとってもお利口に待ってくれてるみたいです。いつもはとってもわがままで気に食わないことがあると、ところかまず寝転がってダダをこねてしまう娘ですが、今は全然わがままを言わずにおばあちゃんの言うことをよく聞いて頑張ってると聞き、まだ小さいのに我慢して頑張ってくれてるのかと胸がいっぱいになりました。そして私は帝王切開の傷と後陣痛でいいのかな、後陣痛わかんない、後陣痛で動けないと弱音を吐いていましたが、娘が頑張ってるので私も早く帰れるよう頑張らなきゃと気合が入りました。帰ったらまずは上の娘をたくさん褒めてハグしてあげたいです。ライブしばらくは行けず残念ですが、ウェディオ KG、 そして新曲から元気もらって頑張りますということで、リエさんありがとうございます。ねえ、第二子出産おめでとうございます。帝王切開の傷とかも痛いんだね、やっぱりね。後陣痛っていうのは何、産んだ後また陣痛みたいな痛みがあるってことですか。大変だね。それがこう人によってまた痛みが大きかったり小さかったり、その出産によって違ったりするんですかね。あらあら。でもまあね、まあ暑い中ですけど、体を回復させて一日でも早く上の子を抱きしめてあげてください、ね、ちっちゃい子はね、生まれたばっかりの子はどうしたって世話しないといけないから、ね、上の子がどうしてもね、あの構えなくなると思うという思うので、あのもうたくさん抱きしめてあげてください。とりあえずはゆっくり焦らず体を回復させてください。リエさん出産おめでとう、メッセージありがとうございます。次、ラジオネームラブさん、ケイジさんこんばんは。初めてメッセージを送ります。ケイジさんの声が好きです。毎週トークも歌も楽しみに聞いています。さてテーマにちなんで、私の今年の夏、ズバリ今年の夏は生まれ変わります。でかい話がでかい話がだいぶでかくなってきたよ。
最近の私はいろんな場面で人とぶつかることが多々あります。自分の思いを伝えたいあまり熱く頑固になりすぎてしまうのかもしれません。周りからは頑張りすぎてるんじゃない、無理したらあかんよと言われますが、自分では手の抜き方が分かりません。そんな時 KG さんの新曲空を越えてを聞くと、ふと体が軽くなるようです。8月には34歳の誕生日を迎えるので、それも節目にこの夏は肩の力を抜いて新しい自分に生まれ変わりたいなと思います。優しい人になりたいな、スタッフ T シャツ欲しい欲しい欲しいだってラジオネームラブさんありがとうございます。そうね、まあ人としてね、すごく全部自分の根本から変わる必要はないと思います。自分がこれをもうちょっとこう柔らかくなれたらいいなと思うようところがなれればいいんじゃないかな。全部変えようと思うと本当にきついし大変だと思うので、そんなに大きく考えなくていいと思います。で、まあぶつかるのがね、必ずしも悪いことではないと思います。俺もぶつかるタイプの人間なので。ただね、こう自分の思いを伝えたいのはもう全くその通りなんだけど、こう相手が言ってくれた意見を聞いた上で、さらにそこでこう吟味してからまた言えるといいですよね。俺も同じようなタイプで、もう違うんだと、俺の思いを聞いてくれとこんな熱い思いでこうやってるのになんでそうになってしまうんだというタイプの人間なんですけど、そこはだいぶ大人になってきたかなと思いますね。なんかやっぱり最終的にそのどんだけ自分が正しかろうと、自分の思いが熱い思いがあろうと、それが相手に届かなかったら意味がないんですよね。だから伝え方ってすごく大事だし、いやそんなガンガン言われてもってね思わせちゃったらもう聞いてくれなくなっちゃうじゃないですか。なんかだからそういうことを考えて、熱い思いはもうすごい大事だと思います。ただ自分の考えこそが正しいという気持ちではなくて、これを知ってもらえたら嬉しいな、分かってもらえたら嬉しいなっていう気持ちに変わるとですね、多分あまりにもこう頑固にならなくて済むんじゃないかなと思うので、本当肩の力を抜いてね、笑顔で、熱い思いも笑顔で伝えれるような、人になれたらいいんじゃないかなと。ただまあ夏だけでなるっていうのはね、まあそれはすごい大変だからストレスになっちゃうから、ゆっくりゆっくりでいいと思います。生きてるうちで、ちょっとずつちょっとずつ40代50代60代ってなってて、やっとあなんかちょっと良くなったかなって思えるぐらいでもいいんじゃないかなと思います。焦らず頑張ってください。ラブさんメッセージありがとうございます。今週ステッカーね、そうだな、今週はステッカーはラブさんにあげたいと思います。まあマイペースでゆっくりゆっくり変わっていきましょうということで、ステッカーをお送りします。おめでとうございます。メッセージくれた皆さんありがとうございます。名前読んでいきたいと思います。なおなおさん、ゆりえさん、りえさん、ことみちゃん、ななりさん、まいまいさん、ラブさん、えりままさん、ななちゃん、しろさん、あっちょん、あゆみさん、関西ファミリー、ゆきちゃん、熊本のさきちゃん、841さん、ナチョさん、ナオさん、あと森弁さんということで、メッセージ皆さんありがとうございます。でステッカーはラブさんですけども、今週はスタッフ T シャツ、非売品のスタッフ T シャツを皆さんにあげるということですね。メッセージをくれた皆さんの、髪がガサガサ言っておりますが皆さんの名前をですね、くじのようにしまして、見えないようにしまして、これを2名様ということで引きます。でこれで本当恨みっこなしで、みんなこの送ってくれた皆さんの中から、T シャツが当たるということでよろしいですねじゃあ行くよ、ちょっと行くよね、こじんまりとしたこのくじがいいね、ファミリー感がすごいね。よし行きます。1人目、ザン、お、誰だろう、ナチョさん T シャツおめでとうございます。次、ドゥルルルルルザン、あーこれかな、エリママさんおめでとうということで、スタッフ T シャツ、エリママさんとナチョさんに決定しました。いやーすげえ、こんだけの人数の中から引き当てられるというですね、素晴らしい、よかったね。ナチョさんとエリママさん T シャツをお送りしますね。ぜひ着てもらったり飾ってもらったり何でもいいですけれども、ぜひぜひ、あそうか、サイン、そうだね、サイン書いて送りましょう。まあ、T シャツネイビー
なので、白いペンでサインを書いたものを送りたいなと思います。でちょっとまあそんなすぐ届かないかもしれないけど、のんびりと待っててください、ね、でステッカーはラブさん、T シャツはエリママさんとナチョさんにお送りしたいと思います。ということで、いやーみんなね、暑いですけど夏バテ気をつけてください。そしてライブ遊びに来てください。今週末8月2日渋谷のエッグマンで東京ラリーという可愛い弟たちランプルノートの、福岡のねボーカルグループランプルノートのイベント東京で初めて行われますので、こちらにぜひ遊びに来てください。で、そうそう、いろいろ情報あるんだな、情報あるんだ間に合わないなこれ。いろいろ詳細、いろんな情報、ライブ情報だったり、ツアーのことだったり、新曲のことだったり、ブログ、ツイッター、そしてオフィシャルホームページをチェックして、さらにはオフィシャルフェイスブック、チェックしてください。あとメッセージ来週も受け付けてます。オフィシャルフェイスブックページに刑事におすすめの夏バテ予防法を送ってください。ということで今週はこの辺でお別れです。新曲空を越えて聴いて、また来週、刑事でした。バイバイ。変わり映えのしない毎日、また不安に包まれている。笑顔でいることで自分ごまかしても、見飽きた景色変わらなくて、誰よりも弱いこと知ってるから、疲れた時には強がらないで、 Just call my name。 空を越えて君の元へと、どこへでも I'll be there、 今すぐと心すべて抱きしめてあげるよ、歩き続ける力を君に届ける、 Always by your side。 Always with you Radio KG